はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。アナルズアスヤワです。バイオハザードレジスタンス最終アップデートが来ましたね。このアップデートをもって、追加コンテンツは終了という、今のところらしいですけどね、終了らしいですが、まあよく頑張ってきたと思いますよ。いろんなカード追加されました。はい、ボーナスゾンビ、サバイバーのマップに表示されるボーナスゾンビを配置するスレイブ化可能というね、これマジのボーナスゾンビです。倒されるとアイテムも出す、あのボーナスゾンビ、時間が来たら消える、あいつが追加されました。これでね、サバイバーをね誘導させるみたいなことができると。そして V アクトゾンビ、コスト1で出せるゾンビなんですが、バイオエネルギー吸収とか凶暴化は、まあ、ミックスゾンビですね。感染再生ゾンビがついてると。ただその代わり少しの間エネルギーが回復しないよっていう、10秒間、エネルギーが回復しないですね。まあこいつで回復すれば問題ないんですけど、うん、いい、結構いいんじゃない。うん、で、あとは、はい、これね、NEα 寄生体、本編に出てきたのになんでこっちで出ないんだろうってずーっと言われてたのが最終アップデートで追加されるというねだったらハンターとかも入れてよと思ったけどね。うん、自動照準の遠距離攻撃ができると。普通はね、ただのゾンビなんですが、噛みつきと引っかき、噛みつきはあのモーションです。うん、で即死まで持ってきますんで結構強いかな。うん、ただね、遠距離攻撃がね結構精度悪いっす。うん、で、地雷ですね。はい、衝撃トラップ、衝撃波を放つトラップを配置すると、まあ、マーティンが使えるあれをこっち側でも使えるっていう感じですね。うん、踏むと5秒かな。うん、で、あとは閃光地雷、閃光を放つトラップを配置すると、これはあれですね、臨界反応みたいなことができるんだろうね。うん、ただ4コス結構高いね。そしてデコイ、かく乱用に疑似トラップを配置する。これよくわかんないです、使ったことないこれ。うん、一応普通のトラップに見えるっていうだけなんだけど、これ撃ったらプラスされたらマジ意味ないからな。うん、でこれですね、エネルギー吸収ライフル、ショーダビージの、ライフルを装備すると、でバイオエネルギーを回復できるよっていうやつ。ニコライ用っていう感じかな。正直今までこうニコライ使ってた人にとってはいらないかもしれないけどね。んで、回復アンカーポット、クリーチャーが照射範囲にいる間、倒された時にバイオエネルギーをチャージする照射装置を搭載するという、無敵化ポットとかさ、防御ポットみたいな感じで、使えると。まあ、ただこれ撃たれた瞬間カメラ撃つけどね。はい、でこれリミッター解除、即座にアルティメットスキルのクールダウン時間が短縮されるが、30秒間ですね、エネルギー回復しなくなるっていう、4分の1ぐらいかな、アルティメットスキルが一気に回復するっていう。だからほんとあと4分の1でたまるって時に使うのが一番いいかな。うん、ただそれがミスった場合ね、あっギリ足んなかったって時、30秒間エネルギーたまらないんで、そこはマジ気をつけた方がいい。で、ディセプション、すべての監視カメラを起動中のように見せかけるというね。これで、何に使えるのかな。マルウェアとかかな。マルウェアされた瞬間これ使っ、いや意味ないな、意味ないわ。うん、これを使う意味はちょっと難しいですね。うん、でアンブレラ予備軍、使用するとランダムで強力なスキルカードに変貌するが、少しの間エネルギーが回復しないという、まあボーナスカード3コスで使えるっていうやつですね。これもなかなかいいような気がする。んでバリア、サバイバーによる火炎放射器以外の全ての銃撃や砲撃をブロックする。これはね、これは結構使いどころをうまくやればかなり強いんじゃないかなって思いますね。孤立してる人とかさ、をこう噛みつかせてる時に、あ守らなきゃって打とうとしてるところをバリアで守るとかね。うん、これただね、私いやまだサバイバーの時やられたことないから、このバリアを通り抜けられるのかがよくわかる。まあ多分通り抜けられるんだろうけど、ダメージとかはないだろうからな。うん、そして、これですね、リモート再生モッド、
手札にある間スレイブ化されたクリーチャーは少量の体力を回復すると、1500とか3000とかそこら辺回復するんで、かなりねダニエルとかと相性がいいかもしれない。うん、かなりいいと思いますね。死にそうなやつに乗り移ってね HP 回復させるっていう感じのやつです。とりあえず今回これで遊んでいきたいなと思います。いきましょう。あ、すいません、忘れてました。で、装備コストが25までになりました。前まで20だったのがもともと15だったんだぜ。信じられるかい。なのでだいぶね、もうみんなもうめちゃめちゃ強いんでね、サバイバー MM ともにもうどうしちゃったんだよっていう感じです。今回これね、体力アップ、攻撃力アップ、感染アップ、噛みつきアップでございます。で、スキルは残虐ね。そしてディフェンス増強、体力アップ。あ、で、そうそう、ここもね増えました。ゼロコスでね使えるゾンビを、使え、なんだ、エリア2から使えると。そしてエリア3では再生まとってるリッカーで、近くにゾンビがいればそいつも再生すると。はい、こんな感じでね、全員エリア2、はい、シンクロモッド、手札にある間視界内のクリーチャーはスレイブ化中のクリーチャーと同じ動きをするようになるという、これだと思ったよね、モノマネゾンビの効果ね。これが追加されて、これマジ強いと思うな。んで、はい、リモートシェル、すべてのバフを持ち攻撃力と体力が大幅に増加したゾンビを配置すると、うん、スレイブ化以外の時は行動せず待機中に倒されることがないと。待機中に倒されることがないっていうのがよくわかんない。マジ死なないってこと？置いとくだけでいいじゃんね弾使わせて、うん。そしてアレックス、感染中のサバイバーをオートさせると。これ使った瞬間絶対ゲロ吐いちゃうっていうね。これと銃の組み合わせやばいと思いますね。感染度に応じたダメージを与えるが感染度を下げてしまうと。オートダメージでは瀕死にできない、うん。そして破裂モッド、これもやばいと思う。手札にある間全ての爆発系トラップを配置した瞬間に爆発するっていう、やばいと思いますよこれ。んで、スペンサーもやばいです。うん、全知全能、使用するとランダムで他のマスターマインドの西洋カードに変貌するという。ここのねエリアに無敵カポットも強いんですけど、結構この2つ邪魔だったんですが、これでようやく選択肢が1個増えましたね。うん、で、これリルート、起動中のバイオコアを入れ替えるという。残りのバイオコアの数が少ないほどコストは減少する。これいいよね。うん、これいいよ隣に移っちゃった場合やばいですけどね、うん。で、ニコライ。はい、オートシールドモッド。手札にある間、監視カメラに銃器を装備すると、周囲に電磁シールドが一定時間展開される。これがどれくらいの時間なのか分かんないですけど、またね、警備装置を延々とやられる感じがして、怖くてしょうがないんだけど、どうなんだろう。そしてエリアさん、タクティカルシールド。すべての監視カメラに電磁シールドが展開される。一定時間エネルギーが回復しなくなるという。これもね、どうなんですかね。まあでも今のところここら辺がいらないから、自動マシンガンも鉄鋼弾も、まあ、鉄鋼弾使う人いるかもしれないですけど、それだったらこれがいいかもね、うん、という感じです。以上。生かしておくわけにはいかない。よし、行こう。これボーナスゾンビってこれ本当にあれなのかな敵から奪われんかな。タイロハイヤ、ねえ、考え直して。お、それを解く必要はないの。あー、ガン虫ね。ガン虫タイプね。はい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 。鍵が取れた。死を受け入れます。すん、おっと、避けていくよ。さあ、そこ閉まってるのでさせない。スピードランはさせん。はい、よいしょ。あ、ぬるり系の人ね。はい、ボーナスゾンビ。やだやだ、もうちょいゆっくり遊ぼうゆっくり遊びませんか。よし、オッケー、オッケー、よし、これはもうぶん殴り倒す。よし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 、よし、オッケー。くそ早い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 。よし、
オッケー。戦っている間もあなたたちの死は近づいてる。お、私自身で何とかしよう。よしよしよし、さあボーナスゾンビを取りに来てるから。まあどっちにしろ私も消えるので。黙って見てると思わないかな。早く早く早く消えて、早く消えて、早く消えて。死ぬんかい。死ぬんかい。よいしょ。んーで新キャラ N アクト。よし、さあヘアブルを期待するからな。おい、さあ身を委ねて。倒した。自分で何とかするわ。触手バシュン。おし、オッケー。本当にこれボーナスゾンビはマジでマジのボーナスなんだな。よいしょ、じゃあ使っていくか。ほい、よし、倒した。ナイス。よいしょ、よし、オッケー。ぶっ刺せぶっ刺せ。結構ね命中率低いですから。意外ね。よいしょ。ほい、これはタイロンが鍵取りに来るから。よいしょ。さっさと降参しなさい。あなたたちの最後をその目で見とる。はいはいはい、はい、鍵取って。まあ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 開いちゃうからしゃあないとして。よし、そのしぶとさは称賛には値しない。あ、人類の最強に導く。あとはこの人たちだ。でもボーナス装備マジ出す意味ないな。本当に本当に単にお遊びとしている感じだね。ほい、ほい、よし。本当にこの手で殺さなきゃならない。さあ最後ちょっと遊ぶよ。よし、ここで、よし、私を拾いたいだろう。拾いに来た瞬間に、あれ一瞬でいなくなった。あ、頭いい。よし、よしよし、ただそれで時間を一気に稼いでいける。え、タイロン何してんの？あ、来た。楽をさせてくれてどうもありがとう。ちょっとこのタイロン変な感じがするな。なんで時間切れ狙ったの？あれかな、普通にボーナスゾンビのあれを取らせるためにあえて入んなかったのか。どうやってここまで来たの？よし、生かしておくわけにはいかない。まあいいでしょう。おい、衝撃トラップ。んでこれね、ゼロコストで使えるお兄さんね。よいしょ。まあいっか、普通に出しておくか。ほい、さあ全員完成で、 V アクトゾンビ出すと、はい、しばらく、よし、 OK。 さあおいで。ほい、よし、さあ無敵無敵。はい、無敵。よし、おバリア。そして旦那さんドン。はい。あ、捕まれ。よいしょ。勝つかな。はい、勝利。ちょっと突っ走りすぎじゃないですか。もうちょいみんなと息合わせた方がよかったね。ちょっと手間だったけど、少なくとも終わった。うん、まあまあ、なんだっけ、 NXA だっけ、アルファだっけ、あの人いいですね。ちょっと好きよ。うん、もう一回いきましょうか。さあ相手はマーティン、バレリー、ジル、タイローン。そして私ちょっとね、装備を変えました。攻撃力上がるやつを、エネルギー回復に変えてます。不安定な発電機だったかな。うん、エネルギー回復プラスバイオコアがちょっと硬くなるよっていうやつに変えてます。でカードもちょっぴり変更しております。うん、この一戦前ね、カジノで戦ったんですけど、まあまあちょっとギリあと 1,2 分残して負けちゃったんですけど、死ぬほど煽られて
もうこれなんだよな、本当。レジスタンスやりたくなる、個人的やりたくなくなる要因、あなたたちの存在を抹消しない。大体煽りですよね。基本それで疲れちゃう、一戦やるのに。よし、戦っている間もあなたたちの死は近づいて。おっ、踏んだ。よし、残念ね、このルートも使えない。で、うん、カードをどうした、どうしたの、何をどう書いたのか知った。感染だけさせて。私自身で何とかしよう。はい、タイマー最低。よし、オッケー、ほい。何気にまだまだ生きてる。あと誰がいるの。お、いけ触手くん、いけ。これさ、戦ってる間に勝手にあれをやってくれたらいいんだよね。ほい、勝手に、よいしょ。こいつを踏んだら、よし、わーってなるよ。さあ、何か見えるかも。間に合わなかったか。よし、絶対に見つける。間に合わない。よし、まあやっぱね、サバイバーみんな固くしてるだろうから、装備コスト上がってるからね。よいしょ。ここは間に合わんかな。ほい、よし、とりあえずエネルギーだな。ほい、よし、うん、よいしょ。やばな、力が必要。はい、使うしかない。ほい、オッケーオッケーオッケー。よいしょ。まあ時間だけ削ってこうか。ここで具合はどう？了解です。やっぱり寄生体のコストが高いよね。ほい、そこまで強いわけでもないのにとか言いそうになっちゃう。強いよね。ロックレベル3。あなたの戸締まり必要すぎて怖い。なんか置いたね。残酷ね。よし、でも目的を果たすために必要な、はい、オッケー、ピッツ、よいしょ。はい、15秒。オッケー、おし、30秒。ナイス。やっぱりこのフラッシュ軽減の装備は出なかったか、結局最後まで。ほい、よいしょ。こんな怪物を撃つことじゃなくて、少なくても今はやる。よし、みんな噛むまで見てるな。よいしょ。おい、さあ、ハイズリ仕事してろ、仕事してくれ。もっと激しい抵抗に備えてた。よいしょ。はい、イビ置いとく。で、寄生体、よし、松明が来る前に。そう、おい、よし。何をしている。じゃなくてさっさと噛んでよ。噛むような装備にしてあるのに。人類を破滅に導いて。あんなゆっくり振り返ってたら意味ないですよ。生かしておくわけにはいかない、はい、よし、ここか。よいしょ。まあ、を受け入れ、とりあえず安全圏に逃げておこう。よいしょ。殺されたな。これで今どこにいるってわかるね。入り口付近に置いといてさ。よいしょ、はい、よいしょ、はい。さあ、全員捕捉して、はい、よいしょ。さあ、なんとか
するわ。どうも。はい。よいしょ。おお、来たね。ほい。ありったけに出して。ほい。突然だぞ。おお。さあ、あと、ワンワンバーキンにしましょう。たくさんワンワンを。あと1個しかないかな。よし、全部使った。オッケー。よし。ほい。間に合わなかったか。しかし、ビシを使ったので。で、ロケラも使ってる。あ、目打ってる、目打ってる。いる。よしよし、目が壁に食い込んでる。え？間に合うんかい？ほい。これさ、なに？間に合わないか。そう、これはもうこっちだな。閉めて。彼らが近づくたび、あなたたちは死に近づく。はい。見えなくなって初めてありがたさがわかる。今回ジャニアリーがいないから、私自身でシールドが全く意味してないな。意味をなしてない。よし、さあ来る。ほい。んーで、開けた瞬間に無敵撃つ。さあ開け、開いた瞬間、よし。んで、オッケー。よし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 。ここでパーして欲しかったんだよな。よし、オッケー。感染もさせたので、なんか通ってったぞ。よいしょ。よし、オッケー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 。戦っている間もあなたたちの死は近づいて。オッケー。お前まで範囲広ちょっと何範囲広すぎん。どうぞ。マジか。カメラは他にもある。全然どうぞじゃないんですけど、あなたたちに関するデータはよくない。最悪とか言ってほしい。あなたたちの死はさらなる確証になる。この実験とその副作用は世界にとって危険すぎる。なんでこの声が開かないの。よいしょ。はい。ショットガン強すぎ。よいしょ。はい。ショットガン弱体化かよっていう声すごい聞きますけど、やってる身からするとショットガン弱体化してもらわないとマジできついっす。MM やってる側からすると、ほい、よし、オッケー、ナイス。これダブルでいける？ダブルができない。力がきつい。よいしょ。ほい。よしよしよし。カメ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 。殴れないか。まあこれはいかれると。よし、2分半。まあ、火事のきついんだけどね。でもどんな証拠も残すわけにはいかない。ここで死になさい、うん、どこどこですか。早く教えてほしい。よし、うん、よし。バーキンおじさん来た。まだ行っちゃダメ、まだ行っちゃダメ。よし、ここで感染まで持ってきたかったな。さあおいで。ほい、ありがとう。すん、よいしょ。さあ2秒削って、
い、これはもう無理かな。ほい、カジノ回したい。よし、オッケー。うん、リッカー置いて、周り全員再生が付与されるので、これでガスでいけばもうほぼほぼミックスゾンビ。よし、んで、ここが開いた瞬間に、オッケー、絶対なんか投げるから、さあ無敵、オッケー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 、よし、そしてバック、俺が背中で受け止める、ロケランは。おー、やっぱ体力高い。よし、バレリオがでかい。さあ、いでよ、いでよ。走れ、走れ、走り回れ。違う違う、走り回る、本当に走り回るだけじゃないのよ。攻撃をしてくれっていうことも入ってる。はい。さあ、よし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 。さあ、どんどん出てくるよ。よいしょ。犬止めて。犬。よしよしよし。オッケーオッケー。さあ、どんどん出てくる。間に合うか。さあ、この間にも犬。ああ、ジルが行ってる。急げ。犬。完全にジルが、よし、よし、さあ犬止めるんだ、犬止めろ、飛びかかれ、ワン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 、マジでないのよ。間に合った、間に合った、危なかった。時間切れよ。犬に何もしなかったね。まあちょっと飛びついてたりはしなしたけど。ということで、今回ねアップデートでカード追加されたレジスタンスですが、結構ね、カオスになってると思います。どういう環境になってくるのか、うん、では次回もお楽しみに。チャンネル登録まだの方はぜひともお願いいたします。そしてかなり時間空いてごめんね。ではまた。